応大会になれるためとランキングに乗るために5試合したんだけど、1回負けちゃったわ。おい、何？その前に視聴者さんに言うことあるだろ。え、何？編集遅れて申し訳ございませんでした。大会が終わった後に大会初日の動画を上げるって、こいつの態度っぷりやばすぎだろ。すみませんでした、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 すみませんでした。さあ試合をやっていくわよ。関東大会なんだな。僕の謝罪無視。私たちは先行ね。初手、どのくらい点を取れるのか。ちなみにオーダーは大会用に少し変えてます。どのように変えたんだぜ。まず侍ジャパンの選手は使えないから、千賀投手と甲斐選手はオーダーに入ってないわね。千賀投手以外のピッチャーはたくさんいるからいいとして、甲斐選手の代わりのキャッチャーって野村選手だけだったよな。そうなのよ。相手のタイピンを消したい時とかに捕手だけは変えられないっていうのがあるのよね。ランク戦だったら気にせず変えれていたのに残念だぜ。こればかりは規定だからしょうがないわね。なんか今日の霊夢はいつになく落ち着いてるな。私はいつも落ち着いてるわよ。あ、戻った。うるさいわね。実況に戻るわよ。戻るも何も最初からしてなかったんだけどな。ていうか今の完全にボールだったわね。ファールになってよかったぜ。次のはしっかり見極めたい。ストライクだったら打てよ。またパワーカーブか。センター前ヒットになったぜ。絶対にゲッツーにはしたくないわね。スピリッツで劣勢だけど特殊能力全出しで、こちら側の能力は削られてないな。相手の能力も少し削れてるわね。これは球威が下がって打てそうな気がするぜ。そして初球はしっかりと見逃していく。この試合最初の球以外全部パワーカーブだな。そろそろ変化量が分かってきたわね。ナイスミート。アウトコースだったし流してたらもっと飛んでたかもな。私に流すなんていう技術があると思う？あ、すいません。とここで先ほど話題に上がった野村選手、残念だが能力が削られたぜ。でもジャストミートすれば大丈夫でしょう。フォーク来た。これは打球音的に、これは入っただろうな。先制スリーランホームランね。あのコースのフォークは甘すぎたぜ。今まで来てたパワーカーブと起点が合ってたから、おそらく相手はこれを見逃すか、これで打ち取れると思ってたんだろう。ストレートだったら打ち取られてたかもだぜ。って話してる間に5番のオースティン選手が打ったわね。ギリギリ落ちたぜ。ショートの守備範囲が A だから正直取られると思ってた。てかお前、何？マジで流し打ちできないんだな。え、いや、え、じゃなくて、あのコースはせめて楽に飛ばせよ。あ、こんな風に。いや、インコースを流してどうする。しかもカーソルがだいぶ外れてたし、ゲッツーになんなくてよかった。ほんとだよ。次は変な打ち方すんなよ。ああ。守っていくぜ。私たちの先発は大野豊選手ね。よく、落ちるか落ちないかわからないコースのパームと、たまに投げるまっすらで抑えてるぜ。これはランク戦から使ってる。結構強い配球よね。そうなんだぜ。というわけで今2球連続でパームを投げているわ。さっきは落ちないパームだったからこの球は落ちる方がいいな。落ちない方だったわね。でも打ってきたぜ。打ち上がった。簡単なレフトフライだったな。というわけで2番打者も抑えていこう。1球目から、ナイス反射神経。これで2アウトになったぜ。3アウト目もちゃんと抑えたいから慎重に行こう。1球目は今まで見せていなかったスローシンカーを投げていくぜ。さすがに振らないわよね。2球連続で行くんだな。これはボールになってもいいかな。次は逆に曲げていくか。カーブの変化量もすごいな。できればボールで打ち取りたい。臆病者だな。れっきとした作戦です。わかったわかった。試合に戻れ。無理さ進めたくない。っていうかストライクになったな。まあそれは打たれなかったからいいとして、次はパームを投げるよ。引っ張ったな。切れたわね。入ってたら2点差まで縮められちゃうわね。当たり前のこと言っててくさ。ゆっくり実況なんてそんなもんです。ちょ、メタ発言やめろ。てかそんなこと言ってる間に空振り三振にできたな。これは意外だったわね。次の攻撃は8番からか。でもまあまあ強いわね。打てるといいが。あ。あ。あ。2回の裏になりました。すごい早い2回表だったな。これぞ速攻攻撃。得点できてないやんけ。あ、と、打ってきたな。いや、センターに任せろよ。確かにあの打球はセンターに任せてもよかったな。そんなわけで次の打者もまっすらで抑えていこう。詰まってるな。1回裏で投げたファームの印象が強いんでしょうね。次もまっすらを投げたらどうなるんだろうな。狙い撃ちされるのは怖いから少し外すわ。だいぶ外れてしまったな。次はアウトコースにスロースクリューを投げよう。めっちゃ遅そうなんだけど。ベストピッチ。決まったわね。次はまたアウトコースにパームかな。そうね。これが3球目。落ちない方か。これはちょうど真ん中に行きそうだが、よしオッケー。追いついたな。攻撃に移っていくぜ。優勢になった。しかも広角打法がついてていい感じだぜ。追加点を取って絶望させたい。中川投手は意外と得意だから打てると思うぜ。1球目はストライクだったわね。次も同じような気がするぜ。よっしゃ。本当に同じ球とコースだったな。これで4点差。さすがに相手も焦っているのでは。次の打者も強打者だし打てるといいぜ。内野を越えたわね。ナイスヒットだぜ。俊足だから盗塁しようと思ったけど、スタートがぐっと以下だったからヒットエンドラン。ナイス判断だぜ。今レイム以外がバッティングしてたのか。私がプレイしてたわよ。マジか。今夜は溶岩の雨が降るかもな。いや、そこまで珍しいことじゃねえよ。あ、せっかくノーアウトだったのに一気にツーアウトかよ。てかマジでスピリッツっていうシステムなんなん。それを言うとこのゲーム自体を否定することになるのでやめてください。じゃあまあでも、4点差もあれば大丈夫だろう。ファームを狙ってると思うから違う球から入っていくよ。いいとこね。そしてここでファームを。追い込んだ。最後は何で決めるんだぜ。ここはまっすらで小さく変化。
心。ビッタビタだったぜ。これは気持ちいいわね。次のバッターも抑えたいぜ。簡単なピッチャーゴロか。あとは一人だけね。引っ掛けさせて打ち取りたいな。というわけでアウトコースに。いいと思うぜ。初球はストライク。次は今まで投げてなかったシュートを投げるぜ。これは外れても大丈夫。これが2球目。上がった。これでゲームセットだな。対戦ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくね。コメントも待ってるわ。